どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が普通預金金利が高い銀行を5つ厳選して紹介します。短い動画ですので、サクッと金利が高い銀行を知りたい人は参考にしてください。1つ目は青空銀行のバンク支店です。バンク支店は青空銀行の若い世代に向けて始めたマネーサービスです。普通預金金利は 0.2% で、適用されるための特別な条件はありません。スマホアプリから残高照会など管理ができ、キャッシュカードと一体になったビザデビットカードを利用しながら積み立て貯金も可能です。ゆうちょ銀行 ATM なら手数料無料です。個人的に一押しの銀行です。2つ目は au 自分銀行です。 KDDI と三菱 UFJ 銀行の共同出資で設立されたネット銀行です。基本の金利は 0.001% ですが、条件を達成することで普通預金金利が 0.2% になります。 au Pay に自分銀行を連携すると 0.05% プラス、 au Pay カードの利用金額引き落とし設定すると 0.05% のプラス、そして au カブコム証券とコネクトすると 0.099% のプラスとなり、これで合計 0.2% です。口座開設は無料で、スマホで振込や預金、投資、住宅ローンまでほとんどの金融サービスが完結します。自分プラスという優遇特典があり、ステージに応じて ATM 手数料、振込手数料が最大15回まで無料です。 au のサービスを利用している人におすすめの銀行です。3つ目は GMO 青空ネット銀行です。2018年の1月に青空銀行と GMO インターネットグループが共同出資して設立された次世代型のインターネットに特化した銀行です。基本の預金利は 0.001% ですが、 GMO クリック証券の口座と連携したコネクト口座を開設すると金利が 0.11% になります。 GMO クリック証券の口座は年会費無料で、口座維持費も無料です。カスタマーステージというサービスがあり、ランクが上がるとビザデビットの還元率が最大 1.2% になったり、 ATM や振込手数料が最大20回まで無料になります。4つ目は UI 銀行です。 UI 銀行はきら星フィナンシャルグループが運営しているデジタルバンクです。普通預金金利は条件なしで 0.1% が適用されます。 UI プラスというプログラムがあり、ステージが上がると ATM 振込手数料が最大20回無料です。ワンタイムパスワードの採用、家計簿アプリとも連携ができ、定期預金も3年以上で 0.2% が適用されます。最後はみんなの銀行です。福岡フィナンシャルグループが運営している国内初のデジタルバンクになります。すべてのサービスがスマートフォン上で完結する次世代の銀行として発足しました。普通預金金利は条件なしで 0.1% が適用されます。さらに月額600円の有料プランに登録すると 0.3% に大幅アップします。プレミアムプランに登録すると振込手数料が月10回、ATM 出金手数料が15回まで無料、デビットカードのキャッシュバック率も 1% になります。ヘビーユーザーには非常にお得なプランです。では最後にまとめます。最も金利が高いのはみんなの銀行ですが、月額600円のプレミアムプランへの加入が必須です。年間にすると7200円になるため、たとえ金利が 0.3% になったとしても、金利だけでペイすることは難しいと思います。メイン銀行にしている人以外はおすすめしません。個人的におすすめなのは青空銀行のバンク支店です。条件なしで誰でも 0.2% が適用されるので、迷ったらこちらを選択しましょう。以上、今回は預金利が高い銀行
5つを紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。